皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒーローでございます。本日紹介させていただくのはこちらでございます。総動仮面ライダーギーツ ID1& 総動仮面ライダーリバイスでございます。そうです、ついに総動仮面ライダーギーツでも発売となりました。総動シリーズエグゼイドから続いてついに6年目に入るのでしょうか。ついにね、仮面ライダーギーツでも総動シリーズが続くということで非常に嬉しいですね。しっかり紹介していきたいなと思います。まずは、外箱紹介、その後に組み立て貼り付けをした完成品の紹介をしていきたいと思います。まずはラインナップ、はい、1番2番、仮面ライダーギーツマグナムブーストフォーム AB となっております。今回のねコンセプトは遊び出したら止まらないということで、このキャッチコピーがしっかりパッケージに書いております。上はこのようになっていて、反対はこのようになっていますね。去年のリバイスシリーズとはまたフォントが打って変わっているようですね。もちろんこの1段ですので、改めて紹介させていただきますと、この総動シリーズは1番2番 AB ですね、これを一緒に買うことで初めて完成しますということなので、ギーツのマグナムブーストフォームで遊びたいなということは、1番2番をしっかりセットで買うように忘れないであげてくださいということで、次々紹介していきたいと思います。続いて3番4番、こちらギーツエントリーレイズフォーム A、 ギーツエントリーレイズフォーム B でございます。はい、序盤の方でもね登場しておりました、何もねバックルについていない状態の、フォームのことをエントリーレイズフォーム、真っ黒の姿ですね。こちらの方もしっかり商品化されましたということでね、このようになっております。パッケージの方もね、このように、シックなカラーリングとなっております。反対側もねこのようにパッケージが描かれております。続きまして5番6番、はい、こちらも初の商品化でございます。5番6番、タイクーンエントリーレイズフォーム A、 タイクーンエントリーレイズフォーム B となっております。仮面ライダータイクーン、こちらもエントリーレイズフォームが商品化となりました。今回はねタイクーンエントリーレイズフォームのみの商品化ということで、今後のねウェポンだったりそういう部分でも楽しんでいける商品だと思うので、ぜひ今このタイミングで購入しておくのはいいんじゃないかなと思います。ということでね、パッケージはこのようになっております。反対もこのように映っております。続いていきましょう。ここからは仮面ライダーリバイスのターンでございます。こちらはそうです、仮面ライダーリバイの最強フォームである7番8番、アルティメットリバイ A、 アルティメットリバイ B、 こちらの方ついに商品化でございます。ようやくリバイスの最強フォーム、今回総動化ということで、パッケージの部分でも非常に気になる通りクリアパーツが使われているということなので、実際の商品ね、どのようなものなのかっていうのも非常に楽しみでございます。反対側はこのようになっております。さあ、ということは続きましては9番10番ですね。さあ、アルティメットリバイが来たということは、もちろんこちらも商品化でございます。アルティメットバイス AB 商品化でございます。こちらもリバイと同じくクリアパーツが使われているということで、非常に楽しみなラインナップとなっております。反対もこのようになっております。今回の段最後の11番12番の紹介でございます。グレイト、そうです、仮面ライダー10が A、 仮面ライダー10が B、 こちらもついに商品化となりました。リバイスの終盤に登場したねカリちゃんが変身したこの仮面ライダー10が、総動でも早速の商品化でございます。パッケージはこのようになっております。はい、ということで、全12種類今回ね紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。ちなみにこちらのねボックスの外箱は14箱入りと書いてありますが、ちなみにねアソートが一つ多かったのはこの1番2番、そうですね、もちろんこのギーツのマグナムブーストフォームが一つ多かったので、それ以外は一つずつと思っていただいていいかなと思います。ということで、アソートの方だったりパッケージの方を紹介することができましたので、ここから組み立て貼り付けの方をして完成品の方をしっかり紹介していきたいと思います。はい、ということで全種類組み立て貼り付けの方が完了いたしました。ということで、一つ一つ紹介していきたいなと思います。まずは1番2番で完成した仮面ライダーギーツマグナムブーストフォームの紹介でございます。ついに総動化しましたね、ギーツ。基本フォームと言うべきなのでしょうか。一応ねこのブーストバックルについては、なんて言うんでしょう、強化アイテムのような扱いですよね、テレビシリーズではということなんで、一応ねあのポスター等ではこのマグナムブーストフォームがよくね映っておりますので、こちら紹介していこうと思います。まず顔の部分近づいて見てみると、なんとねこの複眼の部分、ここのみがシールとなっております。それ以外に関しては縁の部分だったり、あと黒い部分だったり、
横のこの部分はシールですが、それ以外は全て塗装となっております。またね、複眼の部分シールと言いましたが、こちらは下オレンジの塗装は一応されております。なのでちょっとシール苦手だなとか、あとまあ複眼の模様がなくてもいいかなと思う方は、そのままでもいいんじゃないかなと思います。ぜひね、ご自分で好きなように判断してみてください。そしてアーマー部分、ここ脇腹の部分のラインの後ろですね、こちらはシールですが、胸パーツに関しては全くもってシールは、一箇所も貼るところございません。両端のこの部分はシールでした。また肩の部分のオレンジですね、ここに関してもシールとなっております。腕周りのこのホワイト、ここもシールとなっていて、この部分に関してはなんとギミックがついておりまして、こちらの部分を外して付け替えることで、劇中通り、小さなね、マグナムが出てきて、こちらで射撃するシーンも再現することができます。すごいですね、この細かな部分の再現。下半身の方行きましょう。下半身の方に関してはこのブーストの赤の部分は基本的にシールとなっております。またね、このシールの恩恵と言うべきなのでしょうか、ブースターのこのマフラーの部分ですね、バイクのこちらのこの焼けついたようなこのカラーリング、メタリックシールのおかげで非常にリアルに再現されております。綺麗ですよね、さすがでございます。そして反対のマフラー、この部分に関しても赤の部分はシールで、ボールジョイント、これでなびかしたり下に落としたり、好きにポージングをつけることができます。もちろんドライバーの部分はマグナムブースト刺さっていますね。リボーボーンもしたいところではありますが、これはまた次回以降の段でラインナップされるそうなので、そこでね、手に入れるのを楽しみにしたいなと思います。またこちら手元に持っているマグナムシューターですが、こちらは次に紹介する3番4番のこちらのエントリーレイズフォームに付属しております。マグナムシューターを持たしたい際は必ずこの3番4番も購入してあげてください。シールの部分だったり塗装の部分だったりの紹介をさせていただきましたが、可動はどんな感じかなっていうのも見せていきたいなと思います。もちろん首しっかり可動します。上もしっかり見れます。すごいですね、非常に首もしっかり動いてくれます。表情もつきやすくて遊びやすいですね。そして肩の部分もしっかり稼働して、腕部分も思いっきり動いてくれます。上に下に右に左にしっかり動きます。また手首のパーツは握り手と開き手がそれぞれついております。腰部分もしっかり稼働してくれて、足部分ですね、引き出し関節のようにちょっと出したりすることで大きく股を開いたりするアクションも劇中通りしっかり再現することができます。足首の可動も良好ですね、素晴らしいです。ということで、しっかりポージングを再現できるということで、この1番2番仮面ライダーギーツマグナムブーストフォームの紹介を以上とさせていただきます。非常にかっこいいです。ということで、先ほども紹介しましたが3番4番のギーツエントリーフォームですね、こちらの方基本的に変身してすぐっていうのはこの姿ですよね。こちらもしっかり再現してくれております。目の部分シールとなっております。また体の部分に関しては非常にシールが少ないです。このラインの部分だったりベルト周り、そして反対のマフラーのこの赤の部分ですね、こちらの部分のみがシールとなっております。またね、このエントリーレイズフォーム、何もね、ついてない状態のものなんて買っても仕方ないんじゃないのと思ったりする方もいるかもしれませんが、これこそがギーツ今年のソードの面白いポイントになるんじゃないかなと思うところでございます。なぜかというと、上半身下半身それぞれね、バックルにつけることで上だけが変わったり下だけが変わったりするのがギーツの特徴ですよね。ギーツの仮面ライダーの特徴ですよね。ということなんで、総動でもそれが再現できるように、1番2番マグナムブーストフォームにはこのようにマグナムだけが刺さってる状態のベルトだったり、ブーストだけが刺さってる状態のドライバー、こちらがついているので、ドライバーをここに差し込んで、そしてまた上半身下半身を付け替えることで、つけるつける、はい、そうなんです。これだけでギーツのマグナムフォームにすることができます。ブーストバックルに関してはね、レアなアイテムということなので、基本的にはギーツこの姿で戦っていくことが多いんじゃないかなと思うので、基本的なこの姿も1番2番3番4番を買って、組み合わせることでこのようにフォームチェンジを楽しむことができます。ぜひね、他にはブーストフォームこのようにねつけることでできたりするので、ぜひいろんな組み合わせ、ギーツならではの組み合わせですね、楽しんでみてください。さて続きまして5番6番で完成する仮面ライダータイクーン、
エントリーデイズフォームですね。こちらも紹介させていただきます。基本的に頭の部分、そして太ももの部分以外は、ギーツと同じエントリーデイズでの真っ黒の姿ですよね。太ももの部分、緑のところシール、そして頭の部分も、シールとなっております。またね、このタイクーンのエントリーデイズフォームには、ボーナスパーツとして穴なしの握り手が左右、それぞれついております。リアリティのあるね、握り手を再現されたい方はぜひこちらの方を使ってみてください。そしてタイクーンのエントリーレイズフォームには開き手、そして普通の握り手もついております。そしてさらにボーナスパーツとしてこちらウェポンがそれぞれついております。ハンマーとシールド。でもね、このままだと劇中通り遊ぶことができないんですよね。というのはウェポンのアーマーが劇中では装着されておりますが、それがまだ未収録ということで、先行でねこのシールド、そしてハンマーがついてきたということで、ウェポン用のねアーマーが発売されるのをこちらを持って楽しみに待つのがいいんじゃないかなと思います。おそらくね、今ここで収録されたということは今後、再録されることはないという可能性が非常に高いので、ぜひねこの機会に手に入れておくのを忘れないでください。さらにはもう一つタイクーンにはボーナスパーツがついております。何かと言いますと、このマスクです。目がオレンジ色、あれどういうことかなっていうのは、そうです、マグナムブーストフォームの技術がついていますよね。つまり仮面ライダーギーツをご覧になっている皆さんはご存知の通り、デザイアグランプリは誰にどんなバックルが手に入るのかっていうのはね、毎回毎回ゲームが進むごとに違います。もしかすると劇中で今後タイクーンがマグナムを手に入れることがあるかもしれません。それを想定したマグナムを上半身にセットした時のタイクーンのこの目、オレンジ色になっているバージョンの頭、これがなんとボーナスでついております。ということでね、もしマグナムを装着される方、このマスクをしっかりね装着してあげることを忘れないであげてください。ということでね、タイクーンの方も紹介以上とさせていただきます。さてここからは仮面ライダーリバイスのターンでございます。ついにここで商品化叶いました。そうです、仮面ライダーアルティメットリバイ、リバイの最強フォーム、ここに来てついに総動化でございます。今のねこのご時世だとなかなかものづくりがうまく進まないっていう現状もありましたんで、ようやくの商品化でございます。いやー長かったです。ちなみにシールもなかなか大変でした。でもねやっぱり最強フォームですので、これは絶対ゲットしておきたいなっていう一品です。もちろんねいつも通りしっかり稼働してくれます。特にね動きにくくなったという部分も何もございません。そしてこのアルティメットリバイ、まあ同じくバイスもですね、ほとんど同じですのでバイスも一緒に紹介しちゃいます。この2人のねいいポイントっていうのはもう一つしかございません。そうです、クリアパーツが使用されているという点なんです。劇中のアルティメットリバイとバイスもこのようにマスク部分、そしてアーマー部分にクリアパーツ、近づいて見てみましょう。このようにクリアパーツが劇中通りしっかり実装されています。中はシールを貼ることで再現しているので、クリアパーツ越しの中のパーツっていうのをシールでしっかり表現できているので、よりリアリティが非常に高いんじゃないでしょうか。またねリバイとバイス、このアルティメットリバイとバイスって全く見た目が同じ状態なんですが、バイスならではのこの尻尾部分、ボールジョイントになってしっかり再現されております。シールの箇所は非常に多かったです。このクリアパーツの内側部分だったり、マスク、そして肩の部分、腕周り、そして足ですね。この足の部分のシールが非常に大変でした。なかなかね、大変だと思うので、シールちょっと貼り付けに時間がかかるんですが、最強フォームです。持っていて損はありません。ぜひね貼り付ける時間は、余裕めに見ていただいて、ぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。ということで、アルティメットリバイバイスの紹介を以上とさせていただきます。もちろん両方とも握り手がついております。さあここまで紹介したら今回の段最後のラインナップとなります。そうです、カリちゃんです。仮面ライダー10が総動化でございます。こちらも紹介させていただきます。基本的にはね黒の成形色に対してのこの銀の部分、太ももの部分はもう初めから塗装されておりましたが、こういう金色のラインの部分に関しては全てシールとなっております。またドライバーの部分だったりも、シールとなっております。基本的に結構リペイントで生まれている仮面ライダーですので、複雑なこの模様だったり、する部分はさすがにシールで再現するのが一番いいんじゃないかなと思うので、いい再現方法
方法かなと思います。マスク周りもね、このように複雑な点々点だったり、複眼模様だったりもしっかり再現されております。非常にかっこよく、できておりますね。ジューガもまたね、ジューガも、リバイスの終盤に登場したライダーではありますが、今後もね、今ではリバイスのファイナルステージだったり制作決定しました、TTFC オリジナルドラマ仮面ライダージューガ VS 仮面ライダーオルテカ、こちらの方でもジューガが登場することが決定しております。まだまだジューガカリちゃんの活躍は続きますので、ぜひこのタイミングでカリちゃんをゲットしてあげるのはいいんじゃないかなと。これからのタイムリーな活躍に合わせて、ぜひねこのグレートなフィギュアをゲットしてあげるのはいいんじゃないかなと思います。はい、ということで全12種類それぞれ紹介させていただきました。今回のレビューでね、非常に面白いことが分かったのは、このギーツのシリーズ、いわゆるね、バックルの付け替えによって上半身、下半身が変わるという部分をね、双胴ならでは上半身、下半身を割って付け替えることで再現できるということが判明しましたので、非常に遊びがいがあるんじゃないかなと、私も思いました、触っていて。なんでね、タイクーン、まだね、専用のアイテムだったりは、テレビシリーズで出てきておりませんが、とりあえず、マグナムをつけてかっこよくしたいっていう方は、タイクーンにね、マグナムつけることもできますし、またね、ギーツ、ブーストだけにしたいなっていう場合は、このエントリーレイズとうまいこと組み合わせることで、再現できるので、無限の組み合わせをぜひ楽しんでいただければなと思います。これからの騒動非常に楽しみですね。ということで、全種類紹介させていただきましたので、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。